で、おとらじ今までさ、もう3回やってるけど、3連覇なんだよね。だからもうね、はっきり言ってあまり外す気はしないんだけど、今回は大テーマが1個あります。はい、こんばんは、石田ゆらです。こんばんは、武井宏奈です。こんばんは、早川洋平です。さあ、始まりましたね。ついにこの時期が来てしまいました。ちょっと正直僕ら忘れかけてましたよね、結構。ねー。で、まあ、恒例の直木賞大予測ということで、今回も、今回分厚かったね。あ、そんな分厚かったんだ。俺も電、うん、今回電子で読んだから。あらららら、そうですか。ヨヘイ君はどれとどれ読んだの？僕はね、テスカとリポカとスモールワールズと俺たちの歌歌え、うん、テスカとリポカ分厚かった。そうか、早かった、ね、さんは。私は星落ちてなおと、うん、高瀬正左衛門音と目書き、両端だね、音目書き。じゃああれだね、時代物2冊読んだんだ。そうなんですよ。で、ヨヘイ君が現代物3冊、はい、え、どういう、はい、なんでそうやってセレクトしたの？いや、普通に僕上から3つ、あの上からというか、あの発表になったある記事の上から3つを取ったらもうそれになったっていう。あ、なるほどね。で、早川さんから言われて、うん、あのこれになったっていう感じですね。でも、ひるなさんってさ、時代小説ちょっと苦手じゃない？うん、いや、そうなったんですけど、けどちょっと私今回この2冊に関してはもうすごく、うん、あの面白く読めました、うん、楽しくスラスラと。なるほどね、はい、いやじゃあいよいよ行きますか。はい、行きますか。じゃんじゃん。はい、ということで1枚目、はい、第165回直木賞の行方は。で、おとらじ今までさ、もう3回やってるけど、はい、3連覇なんだよね。もうだからもうね、はっきりたまり外す気はしないんだけど、今回は大テーマが1個あります。なんだろう。大テーマ、大テーマはこれです。直木賞はどれだけ保守的なのか。なるほどなるほど。ちなみに、山本周五郎賞は、うん、これですね、このアバンギャルドの分厚いテスカとリポカが取ってるの、はい、うん。で、これに行くかどうかが今回の肝なんだよね。なるほど。ダブルで取るってことはあり、あるある、今までもあった。うん、誰だっけな、ちょっと出てこないけど、ある。なるほど。で、ようやくこれどうだった、読んで。もう先に僕言っちゃいますけど、やっぱり僕はダントツで読んだ中ではテスカトリポカですね。そうなんだ。で、あえてあんまり情報を入れなかったんで、うん、そのお恥ずかしながら怒られそうですけど、山本周五郎賞を取ってるってことを今初めて知りました。すごかったですよ。すごかったです。何、どういう話だった？もうちょっとコメントしたら10分ぐらい話したいけど、まあとりあえず、うん、はい、まあ、これはこの、あの本のいいところと、僕がちょっと気になっている、はい、それと直木賞でこういうところで評価されるのかなっていういくつかの欠点というか弱点を挙げてちゃんと話そうと思いますけど、でも今回はテスカとリポカ中心でいろいろ回るっていうのは間違いないと思います。なるほどなるほど。やっぱ分厚かったな、このリアルで見ると。面白かったですね。もう面白かったけど、なんでこんなに残酷なこと書かないといけないのって気もしない。いや、確かに確かに。もうね、ちょっとね、残酷競争みたいな感じの書き方なのよ。そうですね。だってさ、ギャングの腕を液体窒素で凍らしてカチカチに凍ったところをハンマーで叩き潰すとか言うんだよ。何その、意識があるときめちゃくちゃ面白そうじゃないですか。残酷なの好きだもんね。いや、残酷なの好きじゃないけど、でも面白そう、うん、でもやっぱりなんか映像じゃない分、よりその残酷さが想像で書き立てられて、うん、まあ、なんか最後なんかいい意味で麻痺してましたね。なんかそうなんだよね。だからそういうのが、うん、その保守本流というかさ、日本の小説の王道、しかもリアリズム路線が強い直木賞でどう評価されるか、そうか、確かに、っていうのがちょっと気になるかな。僕も正直言ってね、丸はつけてるんだけど保留にしてるとこもいっぱいあるのよ。面白すぎる。その話は、うん、後でちょっとします。なるほど。ただどちらにしても今回の5冊はすっごくレベルが高かった。なのでどれ一冊を取っても、ほら、たまにあるじゃない、なんで直木賞の候補にこの本が入ってるの、うんうんうん、この本が入ったら作家がかわいそうじゃんっていう、もっといい本あるのにっていうさ、うんうん、そういうのは一切なくて、どれも平均以上に面白いし、読んで損はないと思う。面白かったです、うんうんうん、でも面白いですよね。前回はね、お二人とも覚えてるか分かんないですけど、全員初のノミネートだったんですよね。
そうだね、うん、でも今回もやっぱり、ね、もう直木賞もさ上げる人いなくなっちゃって、そうあの今回も3人初でね、佐藤さんはテスカトリッポカだけどまだ2回目だからね、うん、ほとんどの人がもう初に近い、この澤田さんがね、うん、5回目、うん、5回目ですからね、うん、去年も一昨年も確かに入ってましたから、ね、悔しい思いをしてます、ね、うん、そうね、でも去年一昨年の本よりこっちの方が僕はもう断然いい出来だと思うんだけどね、いや面白かったですよ、星落ちてなおも、うん、ということでいきますか、はい、どうだろうね、でも本当にどう評価されるかなんだよね、確かに、うん、そのさっきイラさんが出してたフリップの、あの直木賞のその何でしょう、うん、本流というか、うん、その あまり外さないところをどうこう取っていくのかっていうのがちょっと気になるところですよね、本当に。そうね、うん、じゃあざっとあのごく短くノミネート作品の紹介だけ言っていきましょう、はいはい、さん、星落ちてなお、澤田瞳子さん、ここがちょっと気になるよね、文春の本、なあ、あ、本当、しかも候補が5回目、あ、5回目で年齢は今44、43歳ぐらい、うん、でデビューして11年目だから脂も乗ってるし、あの一応候補になったので何度か読んでるのは過剰っていうのと、前回の稚語桜か、ああありましたね、はいはい、で、これあの川鍋暁斎っていう江戸末期のさ、浮世絵画家とその娘の話なんだよね、うん、で、まあ言ってみればあのアート小説です、芸道物っていうか、うん、絵描きとしてどう生きていくか、どんな風にその父の遺産を受け継いで描いていくかっていうのを、明治大正昭和の初めまでいくのかな、うん、でその中で当然あの戦争があったり、関東大震災があったりするという波乱万丈の、女性絵描き、何さんだっけ、うん、川鍋暁斎か、暁斎、はい、の、 あの一代記なんだよね、うんうん、まあ、短編連作で、うん、まあ、頑張って描いているという、星っていうのはもう当然お父さん暁斎のことです、うんうん、川鍋暁斎ってだけどさ、妖怪とかお化けの絵とか、あるいはあのモンスターっぽい絵を描くんで見たことないかな、ありますよね、なんか見れば分かる、そう、見れば絶対分かる、うん、この人だって分かると思う、うんうんうん、で本当にオールラウンドで何でも描けてものすごく上手い人だったんだけど、うん、あの子供たちはそんなでもなかったっていうことなんで、まあ二世の辛さみたいなことがいっぱい書かれているアート小説っていう感じですね、うん、はい、はいはい、うん、そして次が、うん、俺たちの歌を歌え、はい、これさ、タイトルなかなかだよね、うん、僕こういうタイトルちょっとつけらんないんだよな、つけらんない、じゃあどういう意味であのね、ちょっとね照れるほら大江さんにさ、大江健三郎に、はいはいはい、洪水は我が魂に及びっていうのがあるじゃない、うんうんうん、あんなの聞くとへえかっこいいなって思うけど、なかなかこういうドストレートなのはつけにくいかなっていう、あ、なるほどね、でも誤算に関してはもう覚えてるよね、スワン読んだ人、はい、スワン読んでないです、スワン面白かったよね面白かったです、もうなんか映像がもう見えてくるようなね、はい、小説で、呉勝浩さんは今回2回目、うん、でここもちょっと気になるのはまたも文春の本なんですね、そうだ、そう、で呉さんはデビュー6年目、まだデビューしたばっかりだね、うん、で40歳で前回はスワンで、取り損ねてるけど高評価だったという、うん、でもさ、俺たちの歌を歌えばもう王道のなんていうのミステリーものって感じしなかった、うん、うん、いやそうですね、うん、ともかくこれも分厚かったね、分厚かった僕テスカとリポか、テスカと、うん、いいんだよな、の後に読んだんで、うん、まあ、ちょっと短いだろうなと思ったけど、まあちょっと短いぐらいでこっちも長かった、うん、長かったね、これもなんか時間軸が長いからねそうそう、どっちもそうです、大河でしたね、うん、そうそう、まあ長野県に住んでいる松本市郊外の山の中かなに住んでいる5人の子供たち、うん、でそこである事件が起きて、一家惨殺みたいな銃撃事件になっちゃうんだよね、その事件はなぜ起こったのか、誰がその裏で影を引いていたのかみたいなことがテーマになって、うん、ずっとそれから60歳ぐらいまで続くのかな、40年ぐらいね、40年ぐらい、そんなにでその中でいろいろなことが起こるっていう、へえ、なんかスティーブン・キングの世界にちょっと近いような感じするかな、うんうん、でも呉さんもなんかすごい頑張ったね、なんかものすごいす、ね、熱が
入ってるって感じは分かる仕上がりでした。またスワンとは全然ね違う感じでしたね。全然違う。いい意味で。でも、うん、こっちの方がなんかゴさん自分の地声に近いんじゃないかな。あ、だからなんかそんな雰囲気はある。これからの今後のなんか展開はこっちの方向に行くのかなって気がします。うんうん、いやでもね、ゴさんはなかなか良くなったよね。うん、デビュー作エルガー乱歩賞なんですけど、その時僕選考委員で、はい、朗読の時間っていう乱歩賞なんだけど、まあ、ここでぶっちゃけ言うけど、はい、なんかいまいちピンとこない小説だったのよ。それがこんなに腕を上げるとはっていう感じですね。はい、面白かったです、はい、そして次がいよいよ今回の軸ですね。デスカとリーポーカー、これ選考委員の人たちみんな言えるかな。あのテトラコンとかさみたいな感じになると思わない。いやいや、僕も自信ないですからね、これも。うん、どうだった、でも面白い。いや、なんかもう、うん、面白いの一言ですし、なんか詳しくはあの後編で話したんですけど、でもなんか最初に感じたのが、なんか文体がやっぱりすごい硬質で、うん、なんかイラさんのちょっと僕が勝手に思っただけかもしれないですけど、ちょっと池袋をね、そういう意味ではちょっと彷彿させる、うん、なんか硬質な感じで、うん、なんかギシ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 なんか引きつけられてったっていう、うん、なんかそこがもうずっとありました。うん、そうね、佐藤さん、佐藤清美さんってさ、最初純文の方の新人賞を取って、それから何年 か, あのずっと音沙汰なくて、いきなり乱歩賞になって、君はなんかエンタメのが向いてるよって言われて書いたのが、QJ、なんだっけ、ありました、ね、スカトリップかね、はい、紹介するの忘れてたよ、はい、スカトリップ、はい、これね、佐藤清さんじゃなくて佐藤清さんです。清さんです、角川の本ね、角川書店の本で、今回初、44歳っていい年だよね、ちょうど取るのにいい年だと思う。 でまだ5年目なんだよ。で、乱歩賞で QJKJQ っていう、あの殺し屋家族みたいなのの話だったの。これは面白かった。この時も僕選考員だったんだけど、で、これの前作のアンクっていう、これですね、はい、これはね、なんか科学サスペンスです。へー、進化した猿が大暴走を起こすっていう、その暴走のおかげで人間同士が殺し合ってしまうっていうね、なんかちょっと理系オタクの人が書くサスペンスみたいな本だったの、面白かったの。それが吉川英治新人賞と大藪賞を取って、で、一躍注目されて、次に何が出てくるかと思ったら、いきなりこれね、メキシコの麻薬戦争の話なのよ。いや、もうそれだけで引きつけられましたね、最初。もうそんなの書く人いないじゃん、日本では。うん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 、でもちなみに、メキシコの麻薬戦争っていうのは全然珍しい題材じゃなくて、アメリカではそのクライムノベルとかサスペンス映画の一大テーマなの、ずっと。はい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 、はい。アマゾンに入ってるボーダーライン1、2、映画ね、あのベニチオ・デルトロかなんかが出てる、2の方はすごくいい映画なんだけど、うん、とか、あの今アメリカのクライムノベルの書き手ではナンバーワンって言われているドン・ウィンズローって人がいるのよ。その人がメキシコ麻薬戦争三部作っていうすごいの書いてんの。上下巻2冊ずつで3作っていう、犬の力、ザ・カルテル、3本目僕読んでないからタイトル忘れちゃった。でも犬の力とザ・カルテルはすごい面白かった。めっちゃ残酷、もう麻薬戦争のカルテル同士の戦いって、敵を見つけたらそいつを殺すだけじゃなくて、そいつの家族全殺しだからね。子供も赤ちゃんもお父さんもおじいちゃんもおばあちゃんも殺すから、いやー、怖い。まあ怖いね。あのメキシコ人のそのラテンの激しさが本当出てる。そこに、日本人の、闇医者、まあ、心臓外科医と日本で生まれたベトナムじゃねえや、メキシコ人との混血の巨人の男の子が出てくる。2m 超えの水の森で戦うって話なんだけど、いやすごいです、ね、何が敵なんですか、それって。敵も味方もない、みんな出てくるの悪いやつだから、うん、あ、そうなんですね、うん、ダークな感じだよ。主人公の男の子も別に意識はしてないんだけど、お父さんとお母さんを殴り殺してんの。へ、じゃあそれぞれの正義っていうか、それぞれの正義はない、悪、ただ生き残ることだけが、あ、正義とか悪はない。なるほどなるほど、なるほど。ただその正義と悪のなさがちょっときつすぎるんだよね。あれ思わなかった？これネタバラしますけど、うん、最後の方で彼らが考えたビジネスっていうのが子供の心臓移植なのよ。あ、ね、無国籍児童を集めて麻酔をかけて生きたまま心臓を抜き出して、そいつはもうそのまま死んでポイ捨てるっていう、でその子供たちのことは何のフォローもないわけ、しょうがねえよなっていう感じなの。僕はそこがちょっと気になったんだよな。
あ、まあそうですね、ちゃんと考え、ね、ちゃんと考えるとそうです。僕も振り切られちゃったから、もう そこを今言われるまで確かに、うん、いや僕別に小説はあのイメージの芸術だから何があってもいいとは思うんだけど、はい、でもちょっとなんかナークシーンには違うんじゃないみたいな気もするんだよね。そういう あまりにも残酷さが、色としてはね、うん、面白い小説なんだけどね。傑作なのは間違いないです。前回164回で直木賞を逃したアンダードッグスも角川さんですけど、うん、なんかそれもなんかこう面白すぎるというか、こう振り切りすぎてて、うん、あ、そうだね、取れなかったっていう前例があるので、うん、ただあれはエンタメを意識したさ痛快アクション映画だったけど、うん、はいはい、こっちはもうよくわかんないパターンなのよ、うんなるほど。でもイラさん どうでした、なんか読後感、なんかその今の話してると読後感最悪みたいな感じもひょっとしたら思う人いるかもしれないですけど、うん、僕別に読後感を逆に悪くない、全然悪くないよ、読後感最後のところちょっと ね優しくなるので、なんかそれ騙されてません。それもちょっとひよってる気もするんだけど、でもともかく今回あの5冊の中ではこれが一番の話題作だし問題作だよね。確かに問題ありそう。人何十人殺したかな、とんでもないひどい殺し方で、確かに麻痺する、見てる方が、なるほど、うん、ということで、テスカトリポカが3冊目、はい、そしてこれはね、広野さんお得意だと思う、一応三つさんって知ってるよね、はい、一応三つさん、あの BL 小説、そう BL の方の人、はい、で今回はスモールワールズは BL ではなくて一般文芸の方で書いてるんで、あんまゲイの人が出てこないのかな、そうですね、うん、ちょっとその色本当ちょっとだけですかね。ちなみに、これは講談社です、うん、そして一穂さんも当然初、うん、で BL 出身で、しかもねもうねすでに BL の世界ではもう50冊ぐらい書いてるんで、ね、著作見たらすごいですね、もうこんなあるんだみたいな、うん、で年齢はオープンにしてないから分かんないんだけど、編集者に聞いたら40代前半ぐらいじゃないかって言ってたあ、すごいです先に取材で、これはねあのね腕を見せたね、文章の質もいいし、その現代の家族だったり人間同士の関係の複雑さとか切なさみたいなのを書くのが本当にうまいの。なのでなんか粒揃いでしたね、本当に。そうそう、これは僕も好印象でしたね、うん、素晴らしかったねスモールワールズ。最初に読んだんだけど、え、今回面白いと思ったもん、このレベルでみんな来たらいいじゃんっていう、いやでもさ、なんだっけ、ルルオン付きの人ね、はい、本屋大賞取ったけど、あれと、まあ、スモールワールズとか見ると、一応さんといいさ、 BL 出身で出力のある人、たくさん書けるゆえにうまいね。ちょっとこれはこれからやばいと思う、うん、繊細な感じですよね、やっぱそちらの方、そう、繊細な上に馬力があるんだよね、なんかあと妄想力がすごい、うん、あ、確かにそれは間違いない、やっぱりそうなんだ、はい、そして最後がこれです。漢字多いね、うん、高瀬正左衛門乙女書き、乙女書きっていうのはね、あの別にちょっと忘れないようにメモしておく備忘録とか、あの日記みたいな感じの話です。で、砂原幸太郎さん、これ講談社だね。だから今回講談社がスモールワールズと高瀬正左衛門、うん、で文春が2冊、角川1冊っていう戦いだね、うん、で、砂原さんは初で、砂原さんが一番ベテランとして年齢は上で52歳、ただデビューが遅いんでまだ5年目なんだよね。みんな結構なんか苦労人が多いな。そうそう、あの時代小説の次を担うエースになるんじゃないかって言われている、すごい遅れてきた大ルーキーって感じなんです。で、小説はこんな感じ。これどうだった、平野さん。私結構面白くてというか、最初の一小説目見た時に、うん、なんかちょっとこう官能的な感じも あって、うん、ざーっと結構読めた感じでした、うん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 、表現の仕方とかも割と好きな感じ、ね、そう、あのしっとりしててうまいんだよね、はい、うん、でとにかく藤沢周平さんが大好きなんだろうね、砂原さんって。ものすごく藤沢さんの匂いを感じた。で大体はそれをじゃあ藤沢さんみたいに書こうって言ってやると失敗すんの、うん、なぜならそのレベルになかなかいかないし、ストーリーも無理が出るから、うん、でも砂原さんはそういう高いレベルのところをクリアして、おちゃんと読める、これ面白いっていう時代小説になってんだよね、すごい。だからこれからもうすごいんじゃないか、てか今注文殺到だと思う、うんうん、なんか第2ヶ月で 5回
増刷したみたいですね、発売2ヶ月で。すごい。藤沢さんみたいなちゃんとしっとりした時代小説みたいなの求められてたのかもね。最近時代小説って割とさ、忍者だったり大合戦ものだったり、あ、戦国大名がバカバカ戦するみたいな話が多かったじゃん。こういう江戸物しっとり編ってなかなかなかったので、うんうんうん、いやでも僕もこれはまあ面白かったですね、うん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 、という、5冊が今回のレースの出走馬になりました。で、僕の本命は、後ほどということで、はい、本命と対抗があります。なるほど。ただし今回は丸と三角はあるけど5冊の中で×は1個もなかった。おお、素晴らしい。なので本当にすごいレベルのいい面白い戦いだと思うな、うん、ということで、第何だっけ、165回、はい、165回、うん、直木賞はどうなるのか、そして、うん、直木首相はいつまで自民党のように保守本流でいくのかっていうのが今回のテーマです。でもさ、切ないね。なんか僕129回だからね。ああ、そう、1年2回だとそうか、もうそのくらいになるか。という間だね。確かにもう40回以上昔になっちゃった。うん、本当ですね。はい、まあ、それだけ時代があるということ で、うん、いやでも僕は面白かったな、うん、なんかあんま全然辛くなかったよ、5冊読んで。あ、本当ですか。毎回ねちょっとね、あ、これ辛いなっていうのあるんだよね、はい。いやでもちょっと余談ですけど、今回なんか僕らたまたまのスケジュール的にちょっと短かったじゃないですか。うん、だから短い中で、まあ僕とひろなさんいつもあの容赦していただいて恐縮なんですけど、まあ僕3冊ひろなさん2冊で、僕がもう心配するのも恐縮ですけど、今回分厚いのも結構あったじゃないですか。うん、いかにいらさんといえどもちょっと忙しそうだし、5冊ってこれ大丈夫かなと思ったんですけど、やっぱ余裕。よだって本読むだけだよ、寝そべって。すごい。だってさ、なんかステレオで好きな曲でもかけながらソファーでゴロゴロして本読むだけって超簡単じゃん。ですね、はい、頑張ります。そっか、さすが。ということでね、はい、あの、はい、本編の方ではね、もうたっぷりね、今もう、うん、もうさらっとしかお話してませんのでね、この本編がこのオトラジのね、あの醍醐味ですから、はい、その辺は楽しみにしていただきたいんですが、だから今あの全員褒めたけど、はい、みんな抑えてる、みんな抑えてる、かなりね、かなりこの後やっぱダークになるからね。はい、テストリポカ並みにダークになる、面白いですね。じゃあ、はい、今さん、お便りと質問、はい、ではまずお便りから。はい、イラさん、早川さん、ひろなさん、いつも楽しく拝見しています。私は大人の放課後ラジオのおかげで人生が変わりました。まあ本当ありがとうございます。うん、去年、うん、シャープ46、うん、コロナバブル到来、初心者でも可能な投資の方法とはのフリー部分を見て、すぐにニコ動の有料会員になり、全部見終わってからもうドキドキが止まらず何度も見返しました。これまで収入以上に浪費してしまう癖がやめられず、うん、過去6年間でカードローンの借入が160万を超えてしまいました。へえ、それはやばい。頑張って全額返済する意欲もなくしていました。でも、うん、そのシャープ46の放送を聞いて、今まで全く無縁なものだった投資もを私もやってみたいと強く思い、それにはまず借金返済だとやる気スイッチが入りました。うん、ひたすら契約してボーナスも全額返済に充て、予想外の臨時収入もあって、今では借入残高が20万円を切りました。すごいじゃん、おめでとう。素晴らしい、素晴らしい。それファイヤーの人が言ってたのと一緒だね。あ、本当ですか。金利が高いカードの借金は絶対最初に返せって言ってたよね。ライフスタイルが完全に変わり、うん、借金が減るたびにどんどん心が軽くなり、自分のことが好きになって幸福感がアップしています。完済したらイラさんがおっしゃっていた投資を実践してみるのがすごく楽しみです。これからも投資やお金のお話ではなだけでなく、どんなテーマも楽しい大人の放課後ラジオのファンを続けます。本当にありがとうございました、というお便りです。あ、よかったね、きっかけになったんだね、立ち直る。すごいですよね、160万。サラリーマンでカードローン160万って大変だからね。うん、いや本当に、いや偉い、かなり契約されたんでしょうね。うん、そうだね。じゃあ質問いきたいと思います。はい、男性の方から質問なんですが、はい、40代に突入したらどんなことに気をかけるといいですか。私は今年40歳になります。どんな40代を過ごすといいか、ぼんやりと考え始めました。仕事、学び、家族、友人、お金、体、夢、欲、40代ならではの可能性や思わぬ落とし穴などお伺いしたいです、という。なるほどね、聞きたいなこれは。正直ね、40代が一番イケイケで伸びるところ。あ、イケイケなんだ。で、今家族っていう名前が出てたか、家族っていう言葉が出てたんで、うん、
もう結婚して家族もいるだろうからそこはもう大事にしながら仕事をなんか思い切りアクセル踏んでいいんじゃないかな、うん、結局ねやっぱ40代が、人生の中でこれ研究者とか会社員サラリーマン学校の先生みんなそうだと思うけど一番の稼ぎどころで仕事の刺激だからアクセルを踏んでいいと思います。50歳になったら一息ついて体のケアとかを始めて40代はやんなくて大丈夫だから、うん、勢いだけ突っ走れるので。それちょっと僕も今40なんで切実なんですけど、うん、今の話にプラスアルファして、うん、今の話は別に40代でこう人生の8割が決まるよとかそういう話ではない。でも結構大事ない、ない大事だし40代が一番仕事ができるし伸びるんだよね、体力もあるし、うん、いろんなバランスもそうか、その仕事に関する、ねえー、テクニックだったりさ、うん、知識だったりと体力との釣り合いが一番取れてる時なのよ、うん、なので男性の40代、まあ女性でもそうだけど一番仕事のしどきだし一番モテる時期でもあるし、40代ですか、うんうん、モテるに反応しましたね。そうなんだ、さすが恋愛研究、うん、いやでも女の子だってさ40代意外といけると思うけど、ね、あ素敵な人多いですよね、うん、今はもう全然あの遜色ないのでね、パリジアンのようにね、パリジェンヌじゃないけど、うん、40歳ぐらいに綺麗なあの人ってすごい粘ってるからね。うん、そうですよね。なのでそっちを目指してほしいかな。だからあんまり心配せずに、あのこれやりたいっていう仕事があったら、ともかく手出して、今度行ってやるっていうのもいいんじゃないかな。うん、前のめりでもいいかもしれないですね、多少はね。うん、でも40代の10年間のある意味そのピークだから、うん、最後の 2,3 年になったらどう畳むかっていうのをちょっと考えながら50歳を迎えた方がいいかもね。おえやっぱりあれですか、40歳と50歳ってこう違いました、全然違うもんですか。全然違う、うん、そうなんだ。なんかこれだけで1回放送いけそうだな、連載ですね。女の人の40歳と男の人の50歳っていうのが人生の転機なんだよね、うん、あ確かに言われてみると後半に向かうじゃん、うん、だからピークアウトしてこれから例えば体力だったり容姿だったり、まあ知能もそうかな、だんだんとこう落ちていくところなので、うん、やっぱりちょっとね風向きとか坂道の角度が急に変わるので、へ上り坂だったのが悪く下り坂になってきてるみたいなことがあるから、うん、だから女性の40歳男性の50歳っていうのはもう本当に考えなきゃいけないかもね、うんうん、はい、ありがとうございます。なんかいろいろ考えさせられましたが、はい、さあ、番組から、一つお知らせです、オンラインの公開収録次回です、はい、次回はこちらです、2015年ノーベル文学賞受賞作家の世界的名著に迫る戦争は女の顔をしていないということで本の特集です、うん、皆さん一言だけお願いします。はい、これはねでもそんなにノーベル賞とかなんとか難しいことではなくてとりあえずあの、はい、買って頭の一人分だけ読んでください。これ小説でも難しい文学でもなくて、実際に、はい、あの、第二次大戦に参戦したロシア軍の、まあ、ソビエト軍だね、ソビエト軍の女性兵士の聞き書きなんですよ、はい、なので読んだらもう胸は静かにされるよ、すごい出来です。でしかも漫画の方もあって、漫画だったら気軽に読めるし、そうですね、これはもうぜひ、紹介したいなということでね、うんうん、はい、さあそしてこうこの第1部の後にはいつものようにオフレコの Q&A タイムもあります。これが7月の、19日、4月19日か、はい、オンラインそのかっていうのは何ですか、井田さん。いやなんか8月だったらなんか戦争か終戦に引っかかるかなと思ったんだけど、まあでもいいね、はいはい、十分実際の配信はあの、うんうん、多分8月、あそうだ、7月の終わりになると。ちょっとタイム終戦で思い出した、はい、先週届いたんですよ、フランス語版の不死鳥少年です。おついに想定は同じ、かっこいいね、かっこいい、レザンファンフェニー、レザンファン子供少年フェニックスです、フェニーですね、フェニックス、うんうん、でなんか中の挿絵もさ日本版よりたくさん活かしてていいの、意外と、いっぱい入ってるの、いいですね、うん、なんか普通に読んでみたい。いや僕さフランス語ももうちょっとちゃんと勉強していけばよかったな、はい、うん、やっぱフランスいいっすね、フランス版。いやフランス版いいよ、本当。なんか髪もなんかツヤツヤ。いや髪はでも普通の。普通ですか？なんかツヤツヤして見えたの、うん、なんか。やっぱ低層目立つ。ここはね、ここだけ特殊なですよね。ここだけそう、あのビニールが貼ってあるからね。はい、いやでもちょっと嬉しかったね。フランス語版の不死鳥少年でした。はい。
まあ関係ないけど。いやいや、せっかく宣伝してください。はい、さあということで、はい、第165回あってかな、直木賞の、まあ、予想も含めて、はい、この後本編でたっぷりと井田さんに語っていただきます。本編ご覧になりたい方はいつものように、YouTube メンバーシップ、もしくはニコ動、もしくは音声で、audiobook.jp の方でお聞きいただけますので、詳しくは、概要欄の URL をご覧ください。それでは後ほど。はい、いよいよ来たね、問題作だからこうあります。テスカト問題です。ただ妄想が行き着いた BL の果てになんかこういうのが出てきて、犯罪小説とかミステリーの妄想の果てにこういう残酷クライムなどが出てきてっていうのがなんか今回のね裏テーマだと思うんだよね。で僕の、最終的な投落票はこれです。じゃん。